Welcome to Gundam Online。 どうも、しみです。 Happy New Year 2014年です。ね、2014年入りました。今ですね、2014年初めに動画連投祭というのがやってまして、ガンガンガンオン動画を公開しております。その関係で、多分まあただこれがね、来るのは1月のもう連休が終わってしまったかなというぐらいになるんじゃないかなとは思ってるんですけども、あ、やべ、そんなわけで今回はハッピーニューイヤー記念でちょっと来まして、暗証注意機でございます。できればね、他の得意なマップで行こうかなと思ったんです。まあなっちゃったんでね、しゃあないって感じです。で、今回いろいろとですね、撮影環境を変えました。というのも家の環境を変えまして、少しですね、サブモニターを、直接ビデオカメラで撮っていたんですね。まあ今もそうなんですけども、そのサブモニターの位置が今までよりもだいぶ遠くなりました。なのでもしかしたら私の声が遠く聞こえるかもしれません。左の方からですね、動画で言うと実際左の方から喋ってるので、もしそれであまりにも左が遠いなっていう話になったらば、マイクを別に買おうっていうのも考えますので、まあ違和感ありましたらいいですね、言ってください。ただこれを気づく時にはもうだいぶ先になるっていう話なんですけどね。まあ、とりあえずちゃっちゃいきましょう。あのね、もうね、本拠地殴るゲームですから、このマップはもうネズミゲーなんでね、歩兵戦とかも残念ながらできない。本当はしたいんですよ、私は歩兵戦が好きなんですけど、けどそうも言ってられないんでね。止まったら死ぬ。あれ？拠点の奪取に成功。まだ続きがございます。おお、爆発した。敵はここだぞ。みんな裏から行くようになってますよ。私は正面突破だ。やばい、 X やばいんじゃないですかこれ。あ、装備乾燥するの忘れたな。マジっすか。そう、そんなわけで、なんだっけな、そう、装備乾燥するの忘れました。ビデオカメラをセッティングしてたら、まあ、環境変わったんでビデオカメラを、変えたんですけども、そのせいでですね、まあ、いろいろと変わっております。では行くぞ。何よりですね、ゲーミングモニターを購入しました。わー、どん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 、パチ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 、144Hz っていうですね、すごい高い周波数を誇っています。これはまあ簡単に言いますと、一応他の動画ではお伝えしたんですけども、簡単に言いますとですね、1秒間のコマ数が、表示コマ数が144コマ出せますよっていう、従来60なんですね、またのそれの倍、およそ倍が出せますよ。これ完全に積んでるけど、やるしかないんや。ただね、そのゲーミングモニターを、今これを録画しているのは、従来の私が使っているモニター、デルの23インチのモニターなんですけども、そのイーヤマのゲーミングモニターは、27インチなんですね。で、左の方にあるんですけども、それ自体はいいんですけど、ただ、あのですね、その 144Hz で録画するための環境っていうのは、ゲーミングモニターがもう一台ないと表示できないんです。要は下の方の解像度に周波数に下がってしまうので、今その目の前にあると思うんですけども、録画してるがために、できないっていうのが ありますけども、まあそのうちできるようにします。そのうちできるようにしますんで、そのうちできるようにしますって、まあ、いつかもう一個、録画環境もう一個みたいな、まあ、頑張りますけども、ちょっと先になるかもしれないですね。
みんながたくさん見てくれて、まあどうでしょうね、頑張ります。録画するためだけにゲーミングモニターもう一台ってちょっとねっていう悩んじゃいますよね、悩ましいです。そこは悩むところだと思います。悩んでいい。なんかよく見られますね。我ながらよく耐えた。いずれ再び愛まみえよう。そう、いつかは出します。いつかは開始。そんな雑談しておりまして、見せてほしいものだな。割と接戦を繰り広げておる。あー、角が来てる、見えた。これやばいんじゃない。決まった、終了。これは無理だ。決まった。お疲れちゃんでした。撃たれちょります。まあ分からない。あ、ただね、どうだろう、これ C マックスでありますからね。かわいい子がいる。なんでねえ、かわいそうすぎる。踏んだらいいんじゃないかな。まだわからない。敵の本拠点を攻撃してるよ。ウカメンちゃんが敵の本拠点を攻撃、 X が割るとかなりきちいことになりますな。そんなわけで、まあいろいろと環境を変えつつもやります、やっていきますよって感じですね。瀕死でも頑張る。よいしょ、でも取っちゃうよ。おー、いった。落ちちゃった。さあ、際どいですなこれ。まあ、あ、女が戻った。理想は B をノーマルで壊して C に書くっていう、そんな時間はねえよっていう感じですけども、 B 壊してもこれ逆転にならんすな。ちょっとね、角が、あーもうって、あれは詰んだって感じでしたね。これ声がどんくらいに入ってるかちょっと気になりますね。そう、サブ、あのね、サブモニターではなくてですね、サブデスクを買ったんですね。デスクを買って部屋を広く使おうっていうので、まあ2013年、もう去年になってしまうんですけども、の割に大掃除を兼ねて環境を変えました。で、変わったのはモニターって感じですね。まああれ逃げちゃうんでね、相手にも仕方ないですね。助けよう。終わってしまった。我が軍の敗北です。ね、マイクだけ別にあった方が、ただ
マイクの質がこのビデオカメラの割といいので、なんか下手に変なのを買ってしまうとね、雑音が入ったり結構あるんですよね。で難しいなと思いながら、理想はその144のね、を直撮りしたいんですけども、なかなかそうもいかないですね。なんかうまい方法があればなとは思うんですけど、でかいんでね、後ろの方から私の頭がどうしても入っちゃうんじゃないかなという気はするんですけども、でまあもしくは金商店のものビデオカメラなんかやったらすごい高くなると思うんでね、金商店トークテレビってね難しいですな。そんなわけで今回は、暗証注意機でございました。新年一発目、ちょっと残念な結果になりましたけど、また次もガンガン行っていこうと思いますので、本年もよろしくと言いつつですね、もうこれ多分公開される時に完全にあの年が変わってると思うので、まあこの他の番動画もですね、いろいろ合わせて見てもらえると嬉しいです。あの最後の方にですね、左上かな、動画の右上の方にですね、あのタグがあるんですけども、そこからいろいろチャンネルとか見れますんで、よかったら見てください。それではどうもシルビでした。